エリック・トルストベットは、ノルウェー、スタバンゲル出身の元サッカー選手。元ノルウェー代表。ポジションは GK。身長は193センチメートルの長身で、リーチが長く、反射神経にも優れる。ノルウェー史上最高の GK との呼び声も高い。トルストベットは1962年10月28日に、ノルウェー、スタバンゲルで生まれた。彼は父。 母と2歳上の兄とマドラで育ち、1979年に地元のクラブ、地域リーグ3部のマドライルでサッカーを始める。1980年に地元のビュッグク,クラブバイキング FK によって引き抜かれる。しかし、そこでの出番は一度もなく、1882年にイアックトンスベルグに移籍。そこで2シーズンプレーした後、バイキング FK に戻ると、そこでのプレーが、 国外のクラブからの注目を集め、1985年7月1日に、ドイツ一部のボルシア・メンヒエングラート・バッハに移籍。1986年3月18日、26節 SV バルトホーフ・マンハイム戦で、ブンデスリーガデビューを果たした。同年4月5日、30節ボルシア・ドルトムント戦では、60分に、レッドカードを提示され一発退場となった。 85から86シーズン、トルストベットは9試合に出場し、チームはリーグ戦で4位の成績を収めた。1986から87シーズンは、開幕から3試合連続で出場したが、それ以降は、ウーベカンプスにポジションを奪われ、1987年6月30日、スウェーデン一部のイフックヨーテボリに移籍。 引退したトーマス・バーナ・ションの後を継ぐ形で1年プレー、22試合に出場しチームはリーグ戦を2位でシーズンを終えた。シーズンの終わりに、トルストベットはイングランド一部のトッテナム・ホットスパー FC と契約。用手掘りに40万ポンドが支払われ、トルストベットは1988年12月にロンドンに向かった。 当時トッテナムは、聖 GK だったレイク・クレメンスが怪我のため1988年に引退し、GK はボビー・ミムズとピーター・ガスリーの二人しかいなかった。聖 GK はボビー・ミムズが務めていたが、ミスが多く、不安定だった。そのため本当のレイク・クレメンスの後継者となり得る、ノルウェーの若手 GK との契約に、ファンは期待した。 そしてそのトルストベットのデビューは1989年1月14日21節ホームで迎えたノッティンガムフォレスト FC 戦だった。しかしその試合、トルストベットはナイジェル・クラフのミドルシュートをほぼ正面であったが止めきれず、失点を許し試合には1から2で敗れてしまった。しかもこの試合はテレビでライブ放送されていたため、トルストベットのミスは 多くの人の目に触れることとなり、トルストベットにとっては悪夢のようなデビュー戦となってしまった。そんな悪夢のようなスタートを切りながらも、政治家に定着し、1989年2月のサウサンプトン FC 戦で初めてのクリーンシートを達成し、ゴール裏のスパーズファンに向かってグローブを投げ、早くもファンとの関係を築いた。88から89シーズンは、 デビュー戦の21節から最終節まで連続で出場し、トルストベットは18試合で16失点、チームは6位でシーズンを終えた。翌89から90シーズンは34試合に出場、チームは3位という成績を残した。90から91シーズン、リーグ戦は1位という成績だったが、FA カップでは全6試合に出場し、見事に優勝を果たした。 91から92シーズンは UEFA カップヴィーナーズカップで準々決勝まで進むが平ノオルトに零から1で敗れタイトル獲得はならなかった。その後トルストベットは1996年に背中の怪我を理由に34歳で引退。1994年10月29日12節ウエストハムユナイテッド FC を3から1で破った試合が最後の試合となった。 1982年から1996年にかけてノルウェー代表としてノルウェー代表歴代キャップ数4位の97試合に出場。1982年11月13日、クウェート戦で代表デビュー。1984年のロサンゼルスオリンピックにノルウェー代表として参加。トルストベットはグループリーグのチリ戦、フランス戦、カタール戦の 全3試合に出場したが、チームは1勝1敗1引き分けの3位で、グループリーグ敗退となった。1994年ワールドカップ予選にも参加。ノルウェー代表は、オランダ、イングランド、ポーランド、トルコ、サンマリノという顔ぶれのグループ2に入った。初戦でサンマリノを10の0で圧倒し、続く、オランダ戦では2の1で勝利を収め、 その後はイングランド鬼のゼロで破るなど好調な戦いで失点はグループ内最小の後順位は1位で本大会出場を決めた。ノルウェーが本大会に出場するのは1938年大会以来56年ぶり2回目のことであった。1994年ワールドカップ本大会ではアイルランド、メキシコ、イタリアという顔ぶれのグループ E に入った。 ノルウェーはトルストベットに加えメイリベロのルネ・ブラチェット、リバプール FC などで活躍したヨルンビー、マンチェスターシティで300キャップという記録を持つハーランド、マンチェスターユナイテッドなどで活躍したヘニングベルグという豪華な守備陣を要した。トルストベットは前3試合に出場しメキシコ戦、アイルランド戦でクリーンシートを達成し失点はイタリア戦で セットプレーからディノバッジョに決められた1点のみでグループ最小だった。ノルウェーはグループリーグを1勝1敗1引き分けの勝ち点4で終えた。しかしグループ E は混戦で4チームが三戦を1勝1敗1引き分けで終え、勝ち点が4、得失点差は0で並ぶという事態になり、得点数で順位を決めることになった結果、ノルウェーの得点はヒエティル・レクダルが、 メキシコ戦で決めた一点のみで、ノルウェーは最下位に沈み、グループリーグで姿を消した。1996年3月27日の北アイルランド戦が代表最後の試合となった。TEB にスポータンでコメンテーターなどとして活動。2005年にテレビ農事で放送されたリアリティ番組。 平野タフトでサッカー経験のない16人のオタクで結成されたタフトイルのコーチを務めた。1985年に結婚し、妻との間にアレクサンダーとシャーロット・トルストベットの二人の子が生まれた。しかし1997年に離婚。2001年にシブボレ・ソーストベットと再婚。現在は四児の父となっている。娘のシャーロット・トルストベットはモデル。 息子のクリスティアン・トルストベットは、現役ノルウェー代表。アルス・ベンスカン、1987FA カップ、1991区肉戦少年間最優秀選手部門、1999区肉戦少名予想部門、1996。ありがとうございます。